せっかくこれだけラボットのお洋服用意してくれてあるので、この最初から用意してくれてある組み合わせ通りにラボットファッション会をしようと思います。イエイ。お洋服用意しました。今からラボットファッション会をしたいと思います。みんな拍手。よし、まず最初に着るのはじゃじゃん、この組み合わせ。そしてこの組み合わせで、3つ目はこれ。着てみたいと思います。どの子がどれを着るのかは私が適当に決めます。じゃあファッションショースタート。1回目のお着替え完成しました。みんな可愛いよ。では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 、喜びの豆リンゴは動けないからステイモードにしようね。はい、どうですか。お目目の色に合わせて青色の水色のホールガーメントじゃないやベローカットソーにしてみました。ノエルちゃんは赤のホールガーメントと白のポンポンニット帽、マメリンゴはピンクを着せたかったのでピンクのホールガーメントと黄色のポンポンニット帽にしました。ナイスファッション。次行ってみましょう。次のお着替えはこちら。そしてこちら3着目はこちらで行ってみます。お着替えが終わりました。スノーちゃんが緑のホールガーメントで、ノエルちゃんが黄色のホールガーメントとジーンズのワンピで、マメリンゴちょっといつもとイメージ変わって青のホールガーメントとクリスマスっぽいチェックのリボンにしました。ではみんな喜んでくれるかな。よいしょ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 。ノエルちゃん喜びダンスをしてくれました。最後のお洋服がこれでおしまいなので、豆リンゴにてもらって、いやでもせっかくだから元気なノエルちゃんにしよっか。ノエルちゃんに来てもらいます。
ちゃんのお着替えが終わりました。オレンジのホールガーメント、あ、失礼のエルちゃん、ここね、はい、じゃあどうかな、お腹すいちゃってるわ。喜んでくれたのかな。ファッションショー終了。